こんにちは、ゆうです。バードドラのおじょんです。今日誕生日の方おめでとうございます。はい、今日はお久しぶりですね、本当に動画が、今日はね、ちょっとやっとね、少しね、まあ9月中はね、ちょっとね、動画投稿頻度、コミュニティに書かせていただいたんですけど、ちょっと落ちます。はい、で、9月のクエスト動画とかあんまり上げれずにごめんなさい、申し訳ございませんでした。喋れて申し訳ございませんでした。はい、他のね、別コンテンツで、ちょっとね、配信のちょっと、まあお仕事なんですけど、ある事務所のね、公式ライバーとして、パズドラしてるだけなんですけど、はい、そちら、はい、ちょっとリソースを YouTube からそちらに、ちょっと注いでたっていう感じです。で、今日は無課金サブサバか、未属性縛り長老やっていきたいと思います。もうね、とっくにね、旬は過ぎてるんですけど、はい。魔法石な子、電撃軍文庫コラボガチャ。あと1日って言ってますね。はい。このアカウントはね、まだ、引いてなかったんかな？ちょっと待ってくださいね。はい。こちらですね。電撃はね、本当にね、無料分しか引いてなかったんですよね。無料分だけちょっとメンバーシップさん限定で、ちょっと引かせていただいたんですけど、はい。こんな感じで、はい。まあ、闇属性縛りアカウントとしては、まあ、ちょっと心もとないって、まあ、そういう理由も、こちらね、ベルヘルミナ・カルメルさんと、土、白井黒子さんですかね、読み方。ちょっと読めん、ほんまに、漢字も弱いし、作品も、あまり、知らないんで、はい、下手なこと言えないんですけど、はい。あとはね、芝たっちゃん、たっちゃんですね。はい。マテリアルバースト、オン、やったっけ？はい。それを、もう1体ぐらいね、欲しい。まあ、3体ぐらい欲しいかな。まあ、そこのね、4体を狙ってね、電撃文庫コラボガチャ、長老、ね、もう今日9月27日、水曜日ですけど、はい。最初で最後の、あれですね。なんでしょうね。本当のあれですかね。はい。それでは、なんて言おう。ガチャ、いきます。はい、ユーザー情報の購入歴が無料配布分101個ですね。あ、ログインだけはしてたんで、はい、ちゃんとあまりね、そのまあ意思回収とかクエストとかはちょっと挑めてないんですけど、はい、ちょっと本当に立て込んでて、はい、まあね、そのミクチャってアプリ、配信アプリ、ご覧になってくださった方は、あと、メンバーさん限定で、あと、配信もしてたので、はい、そちらでね、ちょっと入って、加入してくださっている方は、まあ、ご存知だと思います。はい。はい。まあまあ、その方たちが分かってくださればいいです、僕は。はい。それではね、先ほど言った4体ですね。はい、4体。4体狙って引いていきたいと思います。デンミック文庫コラボガチャ。最初5連続1回回してみようかな、この長老アカウントでも。101個あるんやったら。はい。これで全部出たらね、動画ちょっと終わっちゃうんでね、その動画はちょっと避けたいんで、ほら。あ、たっちゃん出てない演出やね、これ。よーし。あー、ごめん。これ行くの久しぶりすぎて。全部こうなるの知らんかった。知らんかったじゃなくて、忘れた。知ってたけど忘れた。はい。それはもう忘れてるんよね。ちょっと言ってる意味が、何言ってるかわかんないんですけど、はいはい。オッケー。これ武器もね、ほんまに優秀なんでね、はい。ほんまか？知ったかちゃうか？いや、これは優秀やろ。ごめん。知ったかじゃなかった。ちょっと、コンスタントにね、コンスタントじゃなくて、絶対闇属性以外の神引きするから、このアカウント、ほんまに。闇属性ではなかなか神引きできんというね、なんか制約と制約があるんか知らんけど、これもいいっすな、ハルト。いいっすな。はい。来てほしいね。いやー、今回突っ込んで、ちょっとこれはね、お茶飲もう。これ水闇やんね。あ、この子のね、武器めちゃくちゃいい人、めちゃくちゃいいんやったっけなぁ。ちょっと違ったな。勘違いしてました、とか。はい、よっしゃ。これはもう、さっさと開きましょうか。おー。柴犬丸のレベル15クリア編成じゃないですか。マジョリードーさん。はい。だまり、よし。はい。全部気にしましたね。はい。よし。じゃあ、ここからね、一回ずつ、ちょっとね、もう、ここから5回はちょっと、下手しい、もう一回出たらね、ちょっと、
もったいないんで、はい。はい、よし。さあ、来いよ、来いよ。この演出ね、僕ちょっとまあ、一つだけね、よく言えばね、ガチャ演出だけね、もうちょっとなんか、こうてほしいなっていう部分はあるんですけど、まあまあ、それはなんとか、あれかな、まあ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 、いろんなゲーム、ご都合かな、はい。あまり下手なこと言いません。はい。よし、あはい、来た。魔法石7個を、いけにえに、昨日ね、遊戯を見てたんですよ、僕。遊戯を見てて、ああ、またか。そう、ブラックマジシャン、遊戯って主人公の闇遊戯ね。今喋らせてよ。ちょっと拡張してきまーす。はい、終わりましたね。サクッと整理してきました。はい。どこまで話したっけ？あ、そうそうそう。闇遊戯と、もう一つね、闇遊戯はマジシャン、僕遊戯王も好きで、はい。ブラックマジシャン使いなんですよね。ブラックマジシャン。が、まあまあまあ、これ、後ほど展開になるんですけど、ちょっと熱い絆で、また、おだまり。やんね。おだまり言った。はい。その、ブラックマジシャン使い同士の、デュエルがあるんですよ。デュエルって、まあ、カードゲームの、その、遊戯王の世界の、まあ、戦いみたいな意味なんですけど、それを見てて、両方同時に、死者蘇生っていうとこがね、かっこよかったなと思って。おー、ああ、妹。妹の武器ね、これ闇で縛ってなかったら全然優秀なんよな、ほんまに。これちょっと怪しいな、これ。怪しいな。怪しすぎるやろ。怪しすぎるやろ、怪しすぎるやろ。ちょっと待って、ほんまにさ、闇くださいよ、ほんまに。これ以上は多分ね、もう引かないかなと思ってるんで、おーい。なんかこれ僕、犬夜叉も好きで、ごめんなさいね、もう全然関係ない作品だし申し訳ないんですけど、犬夜叉の、オロチマルか。おい、突っ込もうと思ったら今度はオロチマルっていう、僕もナルト好きやからな。ごめんなさい、ごめんなさい。もう作品に対するリスペクトかけてるね。はい。もうあかんね、あかんね。オタクと失格やね。はい。いや、ほんまに。いやー、ちょ待って。ほんまにさ、ほんまにね、ほんまにね、ほんまにね、もう闇ください。闇ください。吉田和美さんですかね。これなんか芝居なんて言ってた。負けへんよ。こんなんに負けて、闇属性一人も救えないなんて、ありえないから。誰やねん。誰やねん。さあ。あ、鬼属性と。闇属性今引けたと思ったかって。はいはい。オッケーオッケー。もう一度ね、七点。七刀。うん。うん。ちょ、ほんまにやばい。これあれやんね。もう絶対3体出ないですよね。もう2回でじゃあ3体出すわ。闇属性。はい。おっしゃ。頼むで。頼むで。頼むで。もう抵抗するわ。抵抗するわ。抵抗するわ。ほんま頼むわ。おだまり。よし、じゃあこれほんま頼むわ。ちょ、これ音で判別できんやろ。音で判別できんから、音でサイヤとか。そんなことある？維持101個あったよね、確か。維持101個で。全然喋れてへん、全然喋れてへん。ちょっと待って、滑舌なんとかしよう。一応結果見ていきましょうか。はい。はい、入手順ですね。上からですね。ねえ。闇属性出てないね。闇属性出てないね。あ、ごめんなさい。ちょっとバカにしましたね。なんか発音。どっかの方言とかでもないんですけど、別に。いや、普通にいい引きやと思うんですけど、全く闇属性が出てないっていうね。ちょっと、ここ感情見ていこうか。交換所見ていきましょう。はい。たっちゃん欲しいんよな。たっちゃんしかもう救えへんからな。たっちゃんしか救えへんとし、にとしては、いや、これたっちゃん2体救えるな。たっちゃんはね、ごめんね、たっちゃんとこう慣れないしけど、僕全然友達とかじゃないんで、はい。たっちゃんは、たっちゃんって救われたら闇属性やんね。闇属性やんね。
うん、たっちゃんはシルバーホーンじゃなくてね、全然欲しいんで。いや、ちょっと待って、たっちゃんどうしようかな。たっちゃんこの場で、交換しようか。ちょっと考えまーす。まあ、やっぱり無理。今選べへん。もう最終日なんか交換しときます。はい。まあまあまあ、石はね、まあ、3コマは多分増えるんで、はい。そちらで、まあまあ無料、有料コンテンツ、なんだっけ、有料分とか表示されないように、はいはい、裏でね、維持、調査しておきます。調査じゃなくて、調整しておきます。言うそうです。確認しません。はい。それでは、無課金、ヤングスケ縛り長老のガチャ結果は、こんな感じでございました。ヤングスケゼロでフィニッシュです。はい。本当に、別の、9月はね、ほとんどね、動画投稿や、生配信ともできずに、チャンネル登録してくださって、続けた方、またその間にね、メンバーシップにご加入してくださった方も、本当に本当にありがとうございます。これから10月に入ったら、まあ、9月はね、まだこれがいつ上がっていくかわかんないんですけど、9月は、なんとか、9月は、ちょっとどうしてもリソースを、別コンテンツ、ミクちゃんの方に、注がないと、もう、年なんで、はい、ちょっと体力持たないということで、はい。あとはね、10月からなんとかね、いろいろ両立していきたいと思いますんで、ぜひぜひ、このままチャンネル登録、今見てくださってるチャンネル登録者の方、登録してくださって、もしこれの動画が面白いと思った方、チャンネル登録と、あと、ぜひ動画の評価、あと感想などもいただけると嬉しいです。それでは、今回のお相手は私、ゆうでございました。それではね、バイバイ。闇が足りひんよー。